したよ。よし、こっちも行くぞ。上りだろうが下りだろうが、サーキットの走行会で鍛えた僕が負けるわけないじゃん。おい、やっぱり追っかけてきたぞ。しびれてきた。久しぶりのバトルだ。思ったよりはやるね、地元の走り屋も。まあね、結構いいツッコミしてるよ、この S1 さん。でも楽勝でついていけるからね。改めて自分のテクニックに自信持っちゃったよ。僕ってやっぱり早かったんだね。かなりかっこいいかも。聞いてもいい？別にいいけど、何？あの S1 号のデブが言ってたみたいに、この8号ターボって乗りにくい車だと思うか？どうかな。いつも乗っている車とかなり違うから、そりゃ初めは戸惑うけどさ。要は慣れなんじゃないの？車に合わせた乗り方すればいいじゃん。すげえ、俺の知っている車の動きじゃない。池谷先輩、多分逃げ切れないよ。コースに慣れてる分コーナーの突っ込みはいいんだけど、後ろから見てると相手の方が出口で安定してるし、トラクションもいいけど、走りにそれほど差があるわけじゃないよ。車の差がでかいんだ。お前本当に匠か。歯切れ良すぎるよ。いつもの匠じゃない。絶対やばい、池谷先輩に抜かれるぞ。マジ？あのコーナーの先の直線だ。ついてこれるかよ、サーキット仕込みのフルブレーキング。どんな問題、目いっぱいスピードが乗ったところからのフルブレーキングの突っ込み、絶対についてこれるわけ。生意気な S1 さんのくせに、僕についてこられると思ったら大間違いだぞ。ついてけねえ。嘘だろ、8号だぜ。話しかけないでくれる？集中できないから。やる気だね、あれを。やるさ。まだだ、まだまだ、我慢、今だ。行くぞ、必殺の超絶ウルトラスーパーレイトブレーキング。